ソロ川はインドネシアのジャワ島中部ジャワ州、東ジャワ州を流れる全長の約540キロメートルのジャワ島最長の河川である。その水流はジャワ島の東部及び北部地域の農地を潤している。また流域はジャワ原人の化石が発見された場所であり、ガルーダインドネシア航空421便不時期事故の事故現場でもある。ソロ川は ジャワ島中部火山ラウ山に源を発する。そこからセウサンを通り北寄りの方向に流れる。その途中でいくつかの支流が合流している。そのうちマディウン川はかなり大きな川である。マディウン川の合流地点を境に浄化流に分けられている。川は相対的に単調でスラカルタを通り県岸丘陵の南側を投流し、河辺で 北へ向きを変えて、県団丘陵の中を通り、スラバヤ西方で、ジャワ海へ注ぐ。1981年には、洪水が多発していたので治水のため、日本の優勝資金協力により、魚の切りダムが完成した。このダムは、多目的のロックフィルタイプで、発電及び農地の灌溉、生活及び工業用水、洪水対策に利用されている。 しかし、以前ほどではないが、洪水は、始流も含めて、現在も起こっている。ありがとうございます。